身体と表現の共演、堂本孝一かける波乳ゆずるが語る、スイッチインタビュー。日本のエンターテインメントシーンにおいて、二つの異なる芸術分野から輝くスターが、身体表現の限界に挑みながら語り合う瞬間が訪れます。NHKE テレの、スイッチインタビューが、今回は特別なスペシャル版として、3週連続で EP1 から EP3 までの幅広い対談をお届けします。 この特別な機会に、舞台芸術のプロであるド堂と孝一とフィギュアスケーターの羽生結弦が、身体表現についての情熱を共有し、深い絆を紡ぎます。EP1、身体表現の舞台裏に迫る。最初のエピソードでは、堂本孝一がフィギュアスケーター、羽生結弦の貴重な練習風景を覗き見ます。スケーターとしてのハブは、表情での華麗な動きを追求し、身体の限界に挑戦します。 どうもとは舞台でのアクションや盾を通じて、同じように身体表現の精髄を追求してきました。この異なる芸術形態が交差する瞬間、私たちは何を学び、どのように感じるのでしょうか。EP2、ディープな対話。第2のエピソードでは、二人のアーティストが彼らの表現世界について語ります。どうもと一と羽生譲るは、見体らだと向き合うという共通点を通じて、深い共感を見つけます。 このエピソードでは、プロの転校後、自らショーを制作する立場に立つハブに、エンターテインメントの世界で成功した堂本が送る言葉に耳を傾けます。さらに、秘蔵映像と実演を交えながら、二人の表現力に迫ります。EP3、芸術の架け橋。最終エピソードでは、二つの異なる芸術分野が交わる瞬間を探求します。身体と表現をテーマにしたこのスペシャル版の、 スイッチインタビューは、ドームとこ一と羽生結弦が、時代や職業、立場の違いを超えて、共感し合った瞬間を捉えます。アーティストとして、人間として、二人の心の中に生まれる響きに触れ、私たちは一つの生き方の提示を受け取ることができるでしょう。結論。NHKE テレの、スイッチインタビューが送る、どうもと一と羽生結弦のスペシャル対談は、 身体表現とアートの素晴らしさを称えるものです。彼らの対話からは、異なる分野での成功に向けた情熱と、体を通じて共感し、合う力強い絆が感じられます。これは、エンターテインメント界とスポーツ界の架け橋として、私たちに新たなインスピレーションを提供するでしょう。読者への挨拶。この特別なスペシャル版の、スイッチインタビューにおいて、 どうもと一と羽生結弦が共有する瞬間をお楽しみいただければ幸いです。異なる芸術形態のスターたちが身体表現の美しさと深さについて語り合うこの特別な機会を心からお楽しみください。